皆さんこんにちは、ダイタラです。スーパーマリオ RPG やりましょう。そして皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたしますね。多分今年最初の動画これだからね、楽しくやっていこうぜ。さあ今日なんですけど、今日もね、またクリア後の内容やっていきたいと思います。クリア後ボス再戦ね、今んとこいろんなボス倒したところなんですけど、今日もねサクッと倒そう。まあ今年一発目なんでね、あっさり倒してかっこいいところ見せれたらなと思いますので、見とけよ。ほら行くぜ。海賊の親分がまたうずうずしてるよ。じゃあどこまでも熱い男じゃねえ。おー来たか、ジョジョだ。ジョジョ、なんだっけ名前、なんとかジョナサンジョナサン、ジョースター、わかんねえ、名前忘れちゃった。そう、沈没船の奥底にいる海賊のアジトのボス行ってみましょうか。ウィーッス、親分に勝つんですげえな、親分に勝つんですげえな。そう、親分、この海賊の親分をね、今から俺はボコボコにしたいと思います。勝てるかな。さて、ちょっと編成変えましょうか。まあ、マロが最初先生でね、何考えてるのやってほしいから。装備大丈夫かな。前回ゲットしたやつ装備してないんだよね。前回ゲットしたやつがね、なんだっけな、なんか死ななくなるやつ、踏ん張りブローチっていう、まあ、これ別にいらないかなと思ってんだよね、踏ん張りブローチ。なんでね、まあ今まで通りの装備に行こうかなと思うんですけど、マリオだけちょっとね、なんか強い装備したいんだけど、マリオこれ能力めっちゃ上がるからね、装備しづらいんだよね他のやつに。まあいっか。では今のまま行きたいと思います。行きましょうか。まああっさり勝つよ、見といて。おお、マリオ、あんたが来るのを待ってたぜ。うい、あんたと熱い勝負をして以来、この心にぽっかり穴が開いちまったみてえだ。おいおいおい、俺に恋したか。このままじゃもう俺様が俺でいられねえ。おお、やるのかアバトル。なあ、ここでもう一度勝負しねえか。あんたと俺様で1対1差しでの大勝負。アイテム使うのもなし。マジどうでい。いや、激しく花火を散らそうぜ。怠慢なの、マジかよ。やろうぜ。へへへ、さすがはマリオ、あんたなら受けると思ってたぜ。やるか、バトル。応援して欲しい仲間を、ねえ、まとめ場に入れてください。仲間ボーナス効果がかかります。応援して欲しいメンバー。攻撃力アップ、素早さアップ。ビージョ魔法防御アップ。クッパが防御力アップ。マロは魔法攻撃アップ。魔法とか甘い。甘っちょること考えるな。男パーティーでいきます。攻撃、素早さ、防御。全部アップしましょう。頑張るぞ、みんな。ねえ、俺は勝てる。俺はやれる。マリオ最強、行きましょう。よし、行くぜ。さて、勝負と行こうか。あ、これ待って、肥満パタコーラ装備しときゃよかったかもしれん、もしかしたら。よし、じゃあまずは、めっちゃ応援してくれてる。殴るか。おれー、いいだろう。トゥ、よしよし、まずは、ガードした。ガードしてない、ガードしてない。最後からん、ナイスガード。やるじゃねえか。おらー、俺は強いぞ。痛い、アイテムない、死ぬ、助けて、アイテムない、ナイスガード。やべ、もう俺あと引けなくなったけど、やばいぞこれ。はい、気迫アップするな、やめろ。ほら、まずいぞこれ。うわ、死んでもたってください。飽きちゃった。ちょっと待って、ライトサーベル、ライトサーベルがヒュンヒュンヒュン、こっちだな。あー、夢を見ていた。俺は夢を見ていた。そうか、夢か今のは。危なかった。やろうぜ、散らそう。さすががマリオだぜ。よし、これで、ね、分かった。間違いなく装備は肥満パタコーラです。これを装備することでマリオは強くなる、そういうことなんだよね。やっぱダメージ食らわないっていうことがマジで結論なんで、これが勝ち筋です。皆さん教えてあげます。いきましょう。うえー、ダメージは減るんですよね、めちゃくちゃ。柱に技来た。これタイミングわからないやつ。一応、あ、勝ちました。皆さん、ヒマパタコーラ強いです。うい、あ、意外と痛いです。やばいぞこれ。うい、次意外とガードしづらいな。うや、で、ダメージぼちぼちやな。ライトサーベル。ヒュンヒュンヒュン。オッケー。で、ダメージくらい。魔法攻撃一切くらいへんかった。強すぎる。ヒマパタコーラよ。月だけガードしろ。月ガードしろ俺だから。ガードしなくても勝てるぞこれは。気迫アップ、これ多分体力半分とかでしょ、気迫アップは。ねえ、だいたいゲームある。ここ、はい、来ました。今のガード成功してたんだけどな、ミスしやがったなおめえ。はい、ここ、いや、ミスしやがった。俺が成功するとミスする、こいつ。しっかりしろよ、当てろよ。こ
ゴって完璧にできるんすよ皆さん。できないと思ってた、ちゃんと勝ったの。そろそろ待てか、サメ肌強が何、サメ肌強、あ色変わった、ウェイ58ダメ、やべ、いやいや1しか受けた、強いなマリオ。肥満パタコーラってやべえな、効かん。いや16効くんか、今度は効かん。お前の恋をムラッキあるな、だいぶ。ウィナイスガード、体力結構減ってきたな、やばいなこれ。ほらぐるぐるドン、オッケー、ぐるぐるドンって、なんか使うか俺も。で焼くか、連続ジャンプとかしとく一回。ジョナサン君12、よし俺これで100回出すわ、今から100回チャレンジいきます。皆さんよろしくお願いします。いや意外とできるの、意外と。でもねこのゲーム目乾燥すんだわやっぱ。新年一発目、よしよし17、なんだヒュンヒュン8、まあいいダメです、あ1しか食らうから OK 魔法いいなやっぱ。どうでしょう、月はもう見切った、意外、じゃあ全部防げ、ダイヤモンドカッターだけ怖いのは、ダイヤモンドカッターが怖い。俺勝ったか、よっしゃい、俺が負けるわけねえだろウィー、いや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 、負けちまったけどよ、熱く激しい最高の勝負だったぜ。火花を散らした大勝負の証、これを受け取んな。ピカピカ石やった、ありがとうございます。ピカピカの石もらったね。その石は俺が海の底深くに沈んでいた、あ俺の海の底深くに沈んでいたもの、神秘的な光はあったあんたがモスにふざわしい。なんかピカピカ石っていうアイテムがなんかあのクリスタラーだっけ、あいつ倒すのに使ったよな、それの進化系でしょうか。ほらピカピカ石ね、とても綺麗な石です。クリスタラーも再生あんのかな、これうまそうな。グレープジュースだ。ジョナさん親分は海の男なんだ、負けちまったけどな、勝ち負けちょ、ね、じゃねえのさ、激しい火花が散らせて俺は満足だ。おいおい見事ジャムだが人の頭の上には乗らない方がいいおおおおおおおジョナさん、おやびんなありがとうな本当。いやなかなかにちょっと激アツバトルでしたね。まあでもやっぱ肥満パタコーラってズルだなって思いました皆さん。勝てない人は肥満パタコーラを装備してみてください。ピーチ姫の服を奪って着させていただきました。ありがとうございます、ピーチ姫。ちょっとあったかかったです。はい、さて、ロンスタウンやってきました。ちょっとね、俺やってなかった要素が1個ありまして、それがね、旅の記録とかで見れたとこだったかな。プレイ記録、これか。これで、ミニゲームの記録で一番下、見てください。なんか、ハテナついてるんですよね。なんぞこれって話なんですけど、なんなんでしょう。そう。なんかまだゲームやってないのがあるみたいなんで、それをやりに行きました。それがね、ここ、ジーノがいた、この宿屋さんであるらしいんですよね。ジーノがいないと寂しくなるなーって話なんですけど、ここでできるんじゃなかったっけ、違ったか、ここじゃないかも、ごめん、待って。まだリング出てる。ちょっと待って、ローズダウンじゃないなと思って、とりあえず一泊してみたんだけど。ウィーリンク、ちょっとリンクはいいんだよ。ちげえよ。ゲームしてる男の子がいる宿屋ってどこだったっけ、失礼しました。キノコ城でした。ここですね。ここの、宿屋さん。宿屋さんどこだここの宿屋さん。宿屋ってあったか、あったわ。はい。で、ここですね。ここにいる、そう、ゲームを遊んでる少年。おい、おめえ。505人。そう、これがね、ミニゲームらしいです。初代。教えて。弾を当てた相手のかけらを違う相手に当てれば高得点。自分がやられた時は連打で復活だ。ということや。全然わからへん。知ってる。チェーじゃねえんだよ。教えてよ、もう一回。これどうやって遊ぶんだ、うん、カブトムシだ、中古の爆裂カブトムシが遊べるようになりました。高得点狙ってみてください。あ、ゲームから遊べます。だって、そんな新しい項目が今更増えた。なんだ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 、連打するんだっけ、あ、弾撃つのか。いや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 、連打するゲーム、これなんだこのゲームは。これはマジでどういうゲームなんだ、いいのかこういうゲームは。ねえ。あ、星をうまく当てて、連鎖して連鎖していく感じのゲームだね。ねえ。だから、こうやって連鎖が溜まっていくと嬉しいなっていう、そういう感じか。これちなみにあれだよね。死ぬことはないんですよね、おそらく。あの子供これをひたすらやってたの？ハイスコア5000点。つまりところ A ボタンを連打して、この虚無の、虚無の時間を、
楽しんでいたでしょうか。いやだから溜め込んでこれ溜め込んでやった方がいい、絶対効率いい。こうほらー、こういうことだよな。あ、もう5000で超えた。あ、死んだ。6464、これ任天堂64ってことですよ、つまるところは。ーえ、これはどういうゲームですか。神ゲーですかね、多分、うん、なあ、ちょ、もう一回やってみていい、みんな多分理解はした。こうだよ。あー惜しい。え、でもさっきじゃすげえスコア出た、マジで偶然だったんだろうな、ほんとねえ。ここうい、あー60、60、60。あー、でも十分すごい数字ね、256とか出てもな、ほんとよいしょ。うわー、いいよいいよ、集団で襲いかかってくんな、おめえら。よし、2000ですよ。あ、待って、これなるほど、子供は A ボタンを連打して虚無のゲームを遊んでたわけではなく、そう、ちゃんとこうやって避けて楽しんでたんだ、こうやってスコア出すために。おお、すごいすごい、もう3000っていったもんな。でさっきのやつなんかピロリピロリって出たの、マジ奇跡だったんだろうな、すげえ運良かったんだろうね、ほんと。なんか急に割るのやめて、何もしてないのに割れるのやめな。ねえ、よし、おお、来た、ピロリ6000点。このゲームおもろくなってきた、神ゲーかもしれん。甲羅が遅い。なんで急に割れるの、なんで。たまにやるけど急に割れるの、なんでやと思う。それだけ本当分からへん、俺は。うん、ここピロリンピロリン、あ、いかへん、ピロピロしてほしい。いやいやいや、なんかなんで今のも。突然割れ出すことあるよな、ほんと。そこだけちょっと謎いけど。いや、8000で1万点いってやめよう、みんな。もう、うわ、500、ああ、待って、991、1万点みんな見えてきた。あと9点。あ、俺死んだ。はい、ちょうど死んでフィニッシュ。ありがとうございました。いや、神ゲーでしたね、皆さん。これ、500コインの価値ありました。本当ですよ。ほら、皆さんは、何万点まで行きましたか。いや、新年はこういった、神ゲーをやって過ごすのがいいですね、皆さん。それで、あともう一個なんだけど、お客様が寝ております。キノコ城のそこにね、とあるキャラクターが寝てるらしいんですよ。これ、え？サムス！サムス！おもろいと、メトロイドおもろいとやめろ。CM やめろ。サムスオーバーヒートしとる。そう、リンクとサムスは、やっぱ、あとマリオはやっぱ昔から仲良しだから、やっぱりそういうもんだよ。スマブラ出てくるの当然だわな。はい。というわけで、じゃあ皆さん今回はここまでにしましょうか。で、ちょっとした今回はボスを倒して、やってなかった要素、そして小ネタをね、やってみました。さあ次回が、多分、もう隠しボス全部倒したか、まだいるかな。ねえ、もしかしたらワンチャン最終回かもしれないですけど、ね、ぜひとも最後までよろしくお願いします。それではまた次の動画で、アウトプレイ大体でした。じゃあね。